こんにちは、ウーファーの岸本です。今日はですね、この今撮ってるカメラ、この FS5 なんですけれども、いつもあの ND フィルターは入れずに撮ってるんですが、今日は4分の1 ND にしてみました。っていうのが HLG で最近これ撮ってるんですけれども、HLG の709で撮ってもですね、709のタイムラインに入れると若干ハイライトはオーバーなんですよ。なのでいつも補正をするんですけども、もしかしたらこの4分の 1ND ぐらい入れておけばちょうどいいんじゃないかなと思って今やってみています。なのでちょっとあの前回と映りが違うかもしれないんですけど、着てる服は一緒ですですね、今日は CX350 のもう5回目になるんですけどね、だから1ヶ月を超えてレビューをしているという長丁場になってきましたけれども、ピクチャープロファイルじゃなくてシーンファイルです。で、シーンファイルっていうのはですね、ソニーのカメラでいうピクチャープロファイルみたいにいろいろ設定を、まあ、残しておけるメモリーなんですけれども、若干こう内容的に違ってですね、ピクチャープロファイルというのは、その絵作りに関するいろんな設定項目を残しております。でパナソニックのシーンファイルはですね、このカメラに関してはあのホワイトバランスとかスイッチの設定とかそういうところまでいろいろ残しておけるんですよね。なので少し、の感じは違うんですが、とにかくカメラの中に、6種類の、まあ、プリセットを、まあ、好みによって残しておけるというのがシーンファイルです。ですのでこれ使ってみてちょっと気づいたんですけども、ピクチャープロファイルのつもりでガチャガチャ変えながら撮ろうと思うとですね、ホワイトバランスがその都度変わってくるので、同じ状況で撮ろうと思ったらホワイトバランスはその都度やっぱり撮らないとダメかなっていうふうに思いました。逆にこういう固定でですね、いつも同じ部屋で撮るような、まあ、YouTuber の人とかは、まあ、自分の部屋用のプリセットを1個作っとけばいつもそれで撮れば同じ条件で撮れるというようなことができます。で、このシーンファイルに関しては以前別撮りしたのがありますので、それをこれからご覧いただくんですが、例によってこれカメラマイク CX350 のカメラマイクで収録してますので、音声がまあステレオになっています。今この喋ってる音とちょっと違うと思います。それではご覧ください。ファンクション F2 にするとですね、フロー、これだと3200、あまり変わってないですけど、一応念のために撮りますね。おお、暗いから撮れるかな。ホワイトバランスのスイッチも手探りで撮れました。2900になりましたね、はい。まあ、これぐらい正しいと思います。これが F2 です。次 F3、 これ F の3です。はい、次 F の4、 今3200になってましたけど、あ、なんかブラックバランスまでいってしまいましたね。はい、2885K。これが B.STR という F の4ですね。シネモード。シネモードでも今3200になってましたけど、取り直して2695。シネモードはやっぱり若干暗いセッティングになっているような気がしますね。
と見直しました。2895。今これカメラ触ってて揺れてるのはちょっと仮説的にカメラをつけてるので、ここから引いていきます。録画しますね。レックしてカメラを引きます。これぐらいゆっくりしたズームも可能だということですね。まあ、F 値の変化をねちょっと見ておいていただきたいんですけども、まあ、ずっとワイドに近づくにつれ F2.8 に近づいていくと。まあ、2.8 からこう 4.5 に明るさは変わるんですけど、こんなに引いたり寄ったりっていう極端な取り方っていうのは、まあ、普通はしないですよね。なので、まあ、この F ドロップは本来あまりない方がいいんですけれども、この20倍のズームの中での差としては、まあ、例えば一番引いたところと真ん中辺の、真ん中辺というとですね、この辺になるんですけどね、この辺かな、この辺との差が今4ですから、だいたい一絞り 2.8 から4に変化するというぐらいの差なので、そんなに問題はないかなというふうに思います。逆にこの4で取っててですね、もっと寄りたいという時にずっと寄っていくと、まあ、4.5 になると、まあ、0.5 ですよね、 F にしたら。なのでほとんどこれはまあ無視できるぐらいの差かなというふうには思いますので、まあ全部の20倍の中ではこれぐらい F ドロップあるけれども、まあ普通の撮り方ですよね、取材なんかで撮るときにはほぼ問題がないかなというふうには思います。ハイセンスとそれからハイセンスでないときのノイズの出方の違い、ちょっとやっておきましょうか。今これハイセンスになっているので、メニューからハイセンスを一応スタンダードに戻します。なんとなくこれはカメラとかにありそうな気がするんですけど、このシステムの中にあります。ノーマルに戻します。はい、まあ、暗くなるんですけども、その分多分ノイズ成分は減ってるんじゃないかなというふうには思います。まあ、でもスタンダードとハイセンスはこれぐらいの差があって、結局ノーマルで撮るときハイセンスと同じぐらいの明るさを得るにはですね、このゲインを上げてやる必要があって、ゲインをちょっと6にしています。6デシにすると、まあほぼ同じぐらいの明るさだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ハイセンスに関してですね、今回この HLG で比較したので、若干ちょっと分かりにくいとこがあるかもしれないんですけども、今これ出てるのがノーマルの6プラス6デシですね。これとハイセンスのノーマルとどう違うかなと思って少しやってみたんですけど、今このゆらゆらしてるのはこれ前にこのヒーターがあったから、熱気でゆらゆらしてます。これ比べてみるとですね、ほとんど明るさ変わらないかなっていうぐらいに出てます。右の方が若干明るい感じはしますね。はい、これが一応補正を一応してるんですね。これは HLG で撮ってるので、でこれ補正なしです。補正なしだとかなりハイライトの上の白がもう完全に 100% を超えてるんですけども、左側がハイセンシビティで、右側がノーマルなんですけども、ノーマルの6デシなんですけど、見た感じあまり変わらないかなという気がします。ノイズの出方とかその辺もこれだけ明るいとちょっとわからないですね。
もっと暗いところで取り比べれば差が出るのかもしれませんけども、まあ、ほぼハイセンシビティモードにすればノーマルのプラス6デシから始まりますというような、そのハイセンシビティモードの感度の定格が F12 ということになっています。ですので、まあ、F12 というと、ショルダータイプの HD のカメラとかが大体まあ F12 だったと思うんですけども、まあ、これに匹敵する明るさなので、まあ、ほぼどこでもまあいい感じで撮れるんじゃないかなと。あとはまあレンズの F ドロップが若干あるので、まあ、そこをどういうふうにまああのやるかなんですけども、あのこの HLG で撮っとけば、その辺の輝度の差はですね、ある程度編集でごまかせるという言葉があるんですけども、編集で、均一にできるというように思います。で、次週はその HLG についてなんでそんだけいいのかということをちょっと語ってみたいと思います。というのはこの間あの BBC のドキュメンタリーを見てましたら、これどう考えても空の会長は HLG で撮ってはるなっていうのがあったので、まあ、もしかしたら BBC はもう709でも HLG で撮った方がええよっていうことを、まあ、社内的にも決めてですね、 HLG を使ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、その辺を含めてですね、次週、まあ、うんちくを語ってみたいと思いますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録してまたご覧ください。それではまた。